新しい紙作ったんだ。 たらお見せしよう。可愛くない新しいやつ黒猫ちゃん <laughs> びっくりした服ありがとう嬉しいケイさんラブありがとうございますサバサバ爺さんも可愛いありがとうお話し会もありがとう 嬉しいですとてもクララが配信マジ嘘でしょ本当嘘う月の誕生日なのやば LINE してないしよう忘れてた忘れてたっていうかさ LINE にさ登録するじゃん普通誕生日しないかな、まあ、してる人しない人いると思うんだけど私してて なんかさ画質悪くないやっぱもくもくしてないそんなことないリコさん神ありがとう !29 日のやつだけどめっちゃ書いたメッセージサイン色紙書きましたインドネシア語で。 調べてね、曇ってる感じするよね、やっぱちょっとさ、何これどうかちょっと待ってえさっきよりはしい？これどうっすかえ、ね、ちょっと私がちょっとね輝きすぎて、その輝きを抑えるためのモヤだったかもしれないんですけど ちょっ噛んじゃった <laughs> そうなんすねどう戻ったでしょう多分いい感じ楽しかったありがとうこちらこそ嬉しいありがとうみんな来てくれて楽しかったマジで今日はねあの4部制だと空き時間が生まれるんですよ一部 1> で1時間半ぐらい ?1 時間半ぐらい暇だから急いでご飯食べて散歩してました8000歩ぐらい歩いてた歩いてなんかショッピングモールみたいなところに行ったんだけど意外と離れてるからなんか時間なくなって5分ぐらいしか見れなかったそう洋服を5分ぐらいで見てでなんか そのショップに本田瞳さんのポップみたいなのがあったのモデルをされてる洋服が売っててそのポップがね置いてあったんだけどさっき <laughs> そういえば本田瞳さん後ろに座ってたなって思ってなんかすごいなってすごくないさっきまで後ろにいた方がさショッピングモール行ったらさポップとしてこう貼られてるのいやこれが芸能界かって <laughs> しみじみしました そうお買い物あとねお菓子作りの道具だけちょっと買いました3つぐらい買ったかな宗次郎くんありがとう推ししか買ったんだこれ初めて見た嬉しいありがとう楽しかったいや今日ちょっと話途中だったよね確かジム間に合ったジムは間に合った間に合った っ,たっていうかまあうーん結構遅めになっちゃって時間いっぱいは入れなかったんだけどでもねジムもねなんか途中でもうなんか心折れたの <laughs> もうジム行くのやめようかなって思って今日はまあなんか普通に外歩くぐらいにしようかなとかって思ったんだけど荷物持ってったしファンの人数人に「このあとジム行くんだ」って言っちゃったし。 チャケにもう、絶対言わなくていいこと言っちゃったの。も言ったからにはね、行かないとって思って。もう、もうとりあえず、まあ、行ったら多分やる気出るから、行くだけでいいっていう設定で行ったの。そしたら、まあ、頑張ってね、1時間だけちょっと歩いたり走ったりできたんだけど。そう、まあね、行った自分を褒めたい、今日は。 <laughs> だってジム以外でさ1万4,000歩歩いてるからさ計2万5,000歩ぐらい歩いたんですよ疲れちゃうやっぱさやかちゃんありがとうクマのこれ推し推しイベントみたいなやつでしょ <laughs> かわいいありがとうございますラブ コンスニ夜カちゃん怖いすぎるコンスニーコンスニーって何 <laughs> また話したいそれな多い人何枚分ぐらい連続で話すのえでも30枚が多分限界で、まあ、100とかの場合もありますし150枚ぐらいの時もありますしまあ日によってですね人によって多い 多いってなるとああ夜ご飯めっちゃ食べたよ友達が沼りかけたえー、沼りかけちょっと完全に沼に入れられなかったのはちょっと失態だなに <laughs>、ね、今日はまあねハロウィンの日じゃなかったしコスプレやるとも言ってないからハロウィンの日ほどは来なかったのだからね映画見てて でおすすめに出てきたなんか渡辺直美さんが吹き返してる2018年に公開された映画ですねタイトルがわかんないんだけどなんかマウンテンバイクしてたら急にそのマウンテンバイクから落ちちゃって自分が絶世の美女になってその絶世の本当はなってないんだよ。本当はなってないけど自分にだけ絶世の美女になったっていうね設定でなんか。 すごくその人がポジティブになって生きるっていうねストーリーなんだけどそれがめっちゃよくて <laughs> そ,うそれをねずっと見てました洋画洋画見てたそう洋画見てたんだけどなんかスタッフさんに「今日なんか吉橋さんスマホゲームやってました」って言われて <laughs>「いやスマホゲームはやってなくて洋画見てたんですけど」って言ったら。 なんかすごいポチポチしてましたよって「スマホめっちゃこうやってやってたからゲームしてるんだと思いました」って言われたけど全然じっとして見てたんだよね誰かと間違えてるのかなじーっとでもねなんかねなんか水着の女性がいっぱい出てくるシーンがあったのその美女コンテストみたいなシーンがあってすごい水着のねすごいスレンダー な方々がいいっぱいこう出てくるシーンその時にねちょうど茶けが後ろからこう回ってきてねなんか声かけてくれてたのずっとでも私イヤホンしてるから何も聞こえなくてそのただただねその水着の女性が出てくるシーンをこうスマホでその時は見てて映画の途中でねだからさなんか何見てんだろうって思われるんじゃないかなって思ってそうだから。 早急にあ今ちょっっとヨーガ見てて,って <laughs> そうなんかいけないもの見てる人みたいになっちゃって <laughs> そうなんかその瞬間にちょっと隠しちゃったの画面を <laughs> そう全然あのいけないもの見てるんじゃなかったんだけどちょっと茶家に誤解を与えちゃったんじゃないかなって思って <laughs> そう映画のワンシーンです大丈夫安心安全 りょうけんさん神ありがとう嬉しい今日もたくさんありがとうね楽しかった神だよあなたがうん <laughs> それ面白くて自分も好きですねなんかさポジティブな気持ちになるよね私もなんかそれ見てすぐねなんか気持ちが明るくなった別に暗くなかったけどチェーンソーマンも見たよ チンソーマンはなんかめっちゃ話あると思ったら意外と4話までしかなくて気づいたら終わってたやいやいちゃんも可愛いありがとう嬉しいありがとね今日も。 私本当に幸せお話し会がやっぱ一番幸せだからみんなもっと来て <laughs> もっと話したい <laughs> もっとお話ししましょうえー、明るい気持ちになれる映画もっと教えてほしいいや意外と集中できたその映画は。 映画ってさいいつも集中できななのよなんか途中で飽きてくるんだけどそれは結構面白くてねずっと見入っちゃったね大ちゃんもラブありがとう感謝 <laughs> 今日も服かわいかっためっちゃうん あとね昨日バカレア見てましたバカレア私立バカバカレア高校っていうさなんか昔やってた AKB のドラマをたまたま Hulu に入ってたから見てみたのしたらなんかなんかすごいなって思って時代が時代を感じた ファンの人にその話したらそれ10年前ぐらいだよって言われてえこれが10年前って思ったらなんか時って早いなって思ってびっくりしちゃったねえ「イレントめっちゃ勧められたファンの人に見なきゃねなんかすごい胸がキューってなるやつでしょマジ恋愛系見ないんだよね恋愛恋愛系っておもろい あんまり本当に全然なんかそういうまあドラマ自体あんま見ないんだけど見ないからね見ようと思わないんだけどでも勧められたらちょっと見たくなっちゃうよね12月にカラパチありがとう12月12月完売出したいな <laughs> いっぱい来てほしい私も話しかしませんお嬉しい いや今日もね裏面頑張っていっぱい書きましたポスカ持ってったので今日はそうたまにポスカ忘れちゃう29日も忘れちゃってだからその分いっぱい書いた裏、裏面うんいろいろそれぞれ 絵柄が違うのでそこに注目してください何が届くかお楽しみにでもその人に合ったものをその人っぽいなみたいな <laughs> 似顔絵とかじゃないんですけどなんかこの方にはこれだなーっていうイラストを描いて送ってるので送ってるっていうか私が送ってるわけじゃないんだけど書 <laughs> いてるので本当楽しみにしててください届くの。 そうでね私ね昨日の夜中に印刷したんですよなんかサイン色紙に貼る私のなんか写真をね印刷したんだけどちょっと貼るの入りそびれちゃった <laughs> なんか8枚しかなくて今日そんな8枚だったらなんか。 れれるやつと晴れないやつつとないが出てきちゃうかなっって思ったんだけどちょうどね当たってる人が8人しかいなかったからちょうどよかったの本当はでも次が12月だから持ち帰ることもできず晴れなかったでもイラストは描いたから安心して「ドクターたけしさんラブ」ありがとう嬉しい感謝 <laughs> 楽しかったね今日も。 天ぷらさんもラブありがとうサイン書いたよ「元カレです」のまだ届いてないからお本当まだ届いてないんだね元カレですマジかいつ届くんだろう早く届いてほしいなんかメッセージ書いたやつがすごくなんか時差すごいことになっちゃうじゃん もうみんなが覚えてないようなことを書いてるかもしれないからさそう日によるまあじゃあハロウィンの時は多分20人ぐらい当たってたけど10分の10かける2で20あでもサインあれちょっと忘れちゃった今日サインの分3つあったっけいや2つかワンショットが2部あってサインが2部か ありがとうありがとう楽しかった今日はねカラコンしてたんです今日メイク濃いめだったあとちょっともたれちゃったけどジム行っていや今日は珍しくねジムで女性が多くて。 いいいつもあんんまりいないんですよ女性ってしかもなんか本当に可愛い女性しかいなくてなんか居心地よかった <laughs> キモいねこの発言でもそうランニングマシーン両隣女性だったからなんか安心してできたしでもねなんか今日のなんかランニングマシーン2種類あって 今日のでもんかねアメリカ製かなんかのすごいなんか巨大なやつで全部英語表記だから英語わかんないからさなんか <laughs> そう全部英語表記だけどちょっとねやる気に関わってくるんだよねだから私はいつものなんかカラーでこうモニター出るやつが好きなんだけど今日は全然白黒の方だったから途中からやる気なくなってきたけどゆきりんさんが出てるモニタリングをちょっと見ながら頑張った。 うん <laughs> 明日も頑張るよジムを頑張る最近食べ過ぎたからね食べ過ぎてたジム行ってんのにジム行きながら太ったのすごいよねジム2時間有酸素をきちゃんとやって ちゃんと太るっていうちゃんと2 3キロ太るっていうね武道館終わってからまあこっからですこっから切り替えていきましょう切り替えが大事私さっきなんかみおんさんとひとみさんが出てるカラダウィークのダウンタウンさんのさ番組ちょっと見たのそしたらみんなすごいストイックですごいもちろん AKB のお二方もそうですし 他の芸能人の方も朝6時からなんか水泳やったり90分筋トレしたりとかめっちゃストイックなんかそういうの見ると同じ人間だからなんか私も頑張れるじゃんって思ってねモチベー上がるんだよねそう水泳行こうかな私が行ってるとこさ水泳もあるの一応水泳別料金なんだけどでも水泳の方が安いんだよね 安いしでもね水泳あれが苦手更衣室のヌメヌメなんかヌメヌメとか髪の毛落ちてるのがマジで無理 <laughs> 前言ってたけど行かなくなっちゃった <laughs> 筋肉増えたか筋肉どうだろう増えた気がするあとね完全に習慣化したことが一つあってそれがエスカレーターを使わないことなんだけど9月9月の目標 月一で目標を立てるんだけどちょ10月は結構途中から曖昧になっちゃって、まあ、あんまり良くなかったんだけど9月は書いた目標ほとんど達成できてでそれがエスカレータータをを使わないいっててう目標を立てたんですよその一つ目標の一つに。で、まあ、最初のうちはもうなんかさ無意識にさエスカレーター乗るーっていう脳みそだったから最初本当大変だったしマジきつかったの。 こんな高いヒール履いてこんな疲れてんのに階段登んないといけないのとかってもうずっと思いながら歩いてたんだけどそれを乗り越えてもう今はもう絶対何も考えずに階段登れるようになったし前より辛くないしなんかやっぱ習慣化したからそんなに苦じゃないんですよね。 でその階段をずっとさ登ってるとさそんな1回や2回じゃ変わんないけど3ヶ月ずっとさエスカレーターを使うか階段登るかだったらさ階段登ってた方が絶対筋肉量増えるじゃないですかだから体重は増えたけどなんかまあ足そもそも私結構太い体質なんでみんなから見たら分かんないかもしれないんだけど自分的には結構引き締まった。<laughs> その脂肪 感じてた時よりも京王線の動く歩道は使えますかあれですか東京駅の使わないついこの間そう京王線で東京駅行くことがあったのなぜかあったんだけどもう一生歩いてました階段登ってしかも階段も結構ねめっちゃあるんですよでもねいたの 私の前にも階段使ってるグループがいて絶対にその動くものを使わないエスカレーターとかだからねなんか自分がそういうのやり始めてから結構そういうの心がけてる人って周りに意外といるんだってこの男性もこの女性も階段使うこときっと心がけてるんだなっていうのに気づくようになりました。 ていてい、ありがとう。私もてて。泳ぎに行った、どれぐらいの距離泳ぎますか。うん、でももう一年泳いでないですけど。 でもね結構きつかったんだよね。1年前に、まあ、3回ぐらい <laughs> 頑張ったけどとりあえず1時間泳ごうと思って行ったけど20分で疲れきったし結構痩せた <laughs> 20分やるだけでもどんぐらいだろうね。1キロ、まあ、?25 メートルプールじゃん。1キロは嘘ついた。絶対嘘。25、50。 5 0ルプールってあるないかで往復で50だとしたらでも250ぐらいだと思う全然よ結構しんどいプールってプールに関しては私ね女性だけのところがいいあんまりそうなんか ちょっとさ気になるじゃんやっぱ人目とか。伸 <laughs> び伸びと泳ぎたい。 競技用ならメートルでも50だった気がする私が言ってたのどっちだろうでもいいよね水着はあるから行けるんですよそのなんかちゃんとした競技用水着いや嘘かも事務 <laughs> 用水着みたいなねやつはあるから行けるんだけどで真帆とも言ってた気がするプール一緒に行こうって。 普通の運動プールでもねなんかね真帆と約束しても大体流れる <laughs> お互い <laughs> ちゃんと予定を決めないから口約束になっちゃう結婚していいよクロールで泳ぐ、うん、クロール 途中できつくて平泳ぎに変えるかなでもなんかね痩せる箇所が違うと思う有酸素筋有酸素プール筋トレ全部結構やった一通り通ってきたんだけどプールとか あのねもう結構がっつり落ちちゃうからうーん違う <laughs> でも本当にもう超太ったみたいな時はプール適してるんだけどそうじゃない時はあの筋トレした後に有酸素が一番いいと思う,そう今日はあの筋トレの器具が全部埋まってたから筋トレしなかったんだけどいつもは筋トレのチェストプレスと 足と、まあ、腹筋は家でやるんだけどやってから有酸素しますそう有酸素もね歩くのが適してる人と走るのが適してる人人によって違くて私は筋肉が全くつかないんですよだからだからより筋トレしてからやった方がいいんだよねどれだけ筋トレしても本当にね筋肉の木の字もないよみたいな 体質なんですでも筋肉つきやすい人はさつきやすい人でなんかさ筋肉で太って見えるみたいなそのふくらはぎとかでも私から見たらすごい引き締まってるし肉々しい感じないからいいなって思うんだけどそうやっていう人もいるじゃんうん楽しかった今日も楽しかったそれなー楽しかった赤ちゃん <laughs> いじっちゃった 肩にめっちゃ筋肉つく。そうかも。も私肩筋肉つけた方が絶対いいと思う。あ、自分のことね。慣れ方なんです、蝶。慣れ方だから。てか、ジムから私半袖で帰ってきたんだ。やばくない季節感やばいよね。これで、スーパーも行った。今日はワイシャツに、スカートにヒール履いてたのよね。でも着替えるのがもうめんどくさくなっちゃって。あ、無理だ。 っってて思ジムの靴のまま <laughs> 半袖とスウェットで帰ってきたありがとうお疲れありがとう感謝プールでウォーキングいいかも確かにそれいいと思う 明日もジム行く頑張って明日早起きしたい本当に切り替えるからもうなんかね急にやる気出た <laughs> 急にさっきやる気出たから頑張るやる気出て全部やってきた皿洗いとかめっちゃためてたんですよね <laughs> お菓子作りの道具とかも全部片した一旦うん 奈々さんありがとう昨日の「大好きタワー」のお礼書いてきました、ね、なんかすごいさピント合わせようと頑張ってくれるんだけどさこの新しい携帯が変にボケるんだよねありがとうスクショしてください じゃあ、感謝取れたかな <laughs> ありがとう可愛い,いもんありがとう嬉しいえば喉鳴っちゃう <laughs> 明日起きたら12月だったのにええー、それはそれでやだよ <laughs> だって23歳いいんだけど んだけどもうちょっと22歳楽しみたいです話したいことまだ次回伝えますお聞かせて私も話したいやる気出たの偉すぎますえー、いつも出ないよ出ないからほっとくそういう時は <laughs> やる気出るの待つやる気出ない時に出そうとすると空回りするからもうねやる気出るの 待つししかないいハートありがとう嬉しい後ろの絵がんて書いてるえこれわかんないなんかねピクサートのピクサートを課金してるんだけどそれのなんかね課金したら使える背景よくわかんないなんかちょっといいなと思って。 12月の話し会恋しくてなるほどもう鏡だよ <laughs> すごい嬉しい12月2 4 2 5ンタコスしますワンさんナナさんラブありがとう私もラブあそうだ私の生誕のライジェスト映像が YouTube に載ってたからみんな見てほしい再生回数伸ばしていこう すごい私ね見たよあの自分でジムで走りながら見たけどあの日が一番かわいいね <laughs> あの日が一番漏れてるすごくないでも逆にコンディションあそこに合わせてくって生誕祭にあの日が22年間生きてて一番可愛かった日オンデマンも一番漏れてた 何か細い気がするやっぱり今よりやっぱ1 2キロでね変わるのかなだかみんな見てねダイジェスト映像だってもうオンデマのやつじゃ見れないもん もうないからさダイジェスト見て <laughs> やばい急に眠くなってきた今日お風呂入りたいんだよね最近お風呂入ってなかったあっていうと語弊があるんですけどシャワーしか浴びてなかったってことね今日はお風呂にちゃんと使って温まって 寝ます明日はホワイトニング行ってくる歯の4回目か3回目ぐらいもう終わりかなホワイトニングも一旦では今ね矯正両方してるんだけど上が裏側矯正で下が表側矯正なんですよだからね下の歯だけホワイトニングできなくて上と下の歯のさなんかさ の色違うんだよね <laughs> パパに言われた上だけホワイトニングしてるっしょっそうなんだよねラブありがとう VR だって1年見れるえー、それはもう VR 最強だね VR すごいね 今、VR 来てるよね、だってコンサートも VR しかなかったじゃん生誕祭スマホムービーで撮ってあるえどういうことどういうことスマホムービーって何 YouTube なんて検索すればいいか。えー、なんかね、OUC48 の公式チャンネルの方載ってるんだけど、うん吉橋ゆずか生誕祭ってやったら出てくるかな。どうだろう。今日の午前中ぐらいに上がってた。確か。 私このカラコン昨日からつけてるからもう取んないといや今年当日生誕やりたいんだよねやりたいけどどうだろう私が出れる公演だったらいいよねでもねそう当日生誕やりたいのすごく どうもありがとうハムちゃん嬉しい、うん、かおりちゃんがゆずさんにメイクの仕方めっちゃ聞いてえっ何 ?NG ワードで見えないや今日の配信でグラノンなる ちゃんが親知らずのことにビビってていい病院紹介してほしいえ <laughs> なんか親知らず専門の病院私は行きますでも私もまだ抜いてないからそこがどういうところか分かんないけど私もなんか強制のところで紹介状を書いてもらって紹介してもらうからどうなんだろう分かんない私もまだ私もね12日に抜くの 怖いよね私も怖いです <laughs> 同じ時期に抜くのかなちょっと関係ないけど私なる,なるさんの顔大好きみんな好きかめちゃめちゃ可愛くないあの顔で一日でいいから過ごしてみたい 白にゃんこさ福ありがとう福にゃんこありがとううわー休館美説あるそうかも29日って毎年さなんか掃除とかだったよねえー、そこをなんとか <laughs> そこをなんとかやってくれないかなやりたいんだよね12月29日 どうししてもななんんか当日生誕したことないじゃんだからなんかさやっぱ当日ってさ絶対空気感違う気がしてなんか最近まあコロナもあったからさ結構さ誕生日からさ日が経ってからやるってことが多かったじゃん生誕祭を。だともうなんか誕生日感なくなっちゃうんだよね。 ハートありがとうやっぱね誕生日感あるときにゆずちゃん元気だった私も元気出る今日は元気です昨日はちょっと元気じゃなかったけど見ながら元気をもらいました あ今日インスタ投稿しようと思ったけど忘れてた今何時ですかもうやばいかな時間タイムアウトどうしよううんなんかさどうしようねインスタって難しいね <laughs> 最近背景載せなくなっちゃった背景っていうかなんか景色最初は景色載せたり絵載せたり 自分の写真載せたたりっってて結構ねこだわってたんですよでもなんか更新頻度低すぎて <laughs> もうなんかいろいろ血迷ってたら一生載せなくなるなって思って最近自分ばっか載せちゃうだから映えも何もない <laughs> 載せるか悩むな悩んでるなら載せよっかな <laughs> ってか服欲しい 新しい服をさゲットしてそれ着て写真撮りたい僕にできることさん熊の光ってるやつありがとう <laughs> 嬉しいありがとうございます 謎のねこだわりがあるんですよねほんとじゃあちょっとえあのさ今日のさワイシャツのワイシャツあるじゃん着てたやつそれってさメールかなんかに送ったっけ全身の写真今日着てたやつ なんか2週間前ぐらいにも来てたんですよ親と大丸行った日に来てたんだけどその日の写真ってさメールかなんかで送った全身写真なんか背景がちょっとなんか金色多めの写真覚えてる水着のせるいや水着は私やらないんですよねウ <laughs> ソ<そう> <laughs> とりあえず今の現状の自分の気持ちとしては 固くななにやらいいという感じです服ありがとう郎さんまあでもまた気持ちが変わるかもしれないしちょっと鍛えてああちょっとやってみようかなってなったらやるかもしれないし分かんない <laughs> 今のところやらないです。22だけど そこの選択肢はね自分の気持ちが一番大事だと思うから自分の意思を尊重します <laughs> 自信がついたタイミング待って自信がついてないわけじゃないんだよそれはちょっと語弊があるんだけど え、メール撮ってくれてるんだってか意外嬉しい <laughs> そう座ってるやつ送ってたマジそうその写真をね載せようか迷ってるんだよねインスタグラムにどうもうあれどうなのあの私服ってどうなのなんか微妙 まあ何でも可愛いか <laughs> 自分が可愛いいと思えばいいか <laughs> 人の感性なんてそれぞれだしね そうあとねなんかねスニーカーに合うファッションが分かんなくていつもジム行く時とかはスニーカー履いてくんですよスウェットにスニーカー履いてくんだけどささすがにさ私服あんまりスウェットと合わせられないしなんか本当にね難しいのスニーカー合わせのコーデがてか背低いからスニーカーじゃ漏れなくていつもインソール入れて履くんだけどそれでも結構むずいんだよね 自分が持ってる私服と今持ってるスニーカー合わせんの。そう、むずいのに買っちゃう。<laughs> スニーカー単品で可愛いから。可愛い,い、ありがとう。可愛い,いが大正解。そうだよね。可愛ければ何でもいいっか。<laughs> もうね楽天的に行きましょう <laughs> てか眉,眉毛アートしようかめっちゃ迷っててさ昨日の夜ずっと調べてたんだよね今日ちょっと唇カサカサでごめんね眉毛アートしてる人いるでもなんかやりたいところ見つかったんだけど12月まで予約待ってて なんかそこもそんな先の予定わかんないしそうでも今綺麗だよね眉毛もう1か月1か月半行ってないんだ眉毛行ってないけど頑張って描いてる一時期結構ねこういう8月ぐらいはこういう眉毛にしてたの結構つった眉毛いかつき イカツイ系にしてたけどちょっと柔らかくしてみた最近はええー、嬉しい眉毛眉毛褒めてもらえた眉毛一番頑張ってるメイクで <laughs> 眉毛8分ぐらいかかる背高く見えるけどマジ154ですよわかんない156あるかもしんないけど 足が短いからさより小さく見えるから154ってことにしてるペンライトありがとう初めて見たけどめ来たけどめっちゃ可愛い嬉しい初見ヤンさん女の子やった <laughs> インスタよかったらフォローしてください眉毛注目してうん調子悪い日といい日がある 今日はまあまあの日そうあとね松葉ももう落ちてきたから行かないといけないラッシュアディクト欲しいんだよねラッシュアディクトのまつげ美容液がめっちゃ伸びるって聞いて今何もしてないのまつげ美容液てか基本スキンケアとかさボディクリーム塗るのあんま好きじゃなくて好きじゃないっていうかねめんどくさい,いっかりなのでやんなくて ボディースクラブとでもしてなくて今日なんか YouTube でおすすめに出てきた動画見たらすごいかわいい子が喋ってたんだけどその子がボディースクラブもしてるしボディークリームも塗ってるしなんかボディーオイルとかも塗ってるしやっぱね綺麗なな子っっってて頑張ってるんだなって思って <laughs> そうなんかそれ思ったらまあちょっとずつでもボディークリームこれから乾燥するし。 らなきゃななっって思って思んかさお姉ちゃんとかもさくれるのよハンドクリームとか誕生日とかにボディークリームとかでも全然使ってなくて <laughs> そうめっちゃ嬉しいもらった時嬉しい可愛いってなるんだけどなんかねめんどくささが勝っちゃってそう誰これ全然誰か分かんない人から LINE 来たんだけどここは。 そうなんだよねっペンナありがとう <laughs> 保湿大事だよね使う今日から今日おろす姉からもらったボディクリームスリットスリットって何このなんか切れ目みたいないらないよ 似合わないよ今日は明日はちょっとね早く寝たい寝たいじゃない起きたいから今日はお風呂に使って目標1時半までに寝る !1 時半までにベッドに着きます。 優しいよね確かに私のお姉ちゃん優しいかもしれないもしかしたらわかんないわ <laughs> かんないでもだいぶなんかさ末っ子の特権いっぱい使った気がする我ながら私ね兄弟構成がお兄ちゃんお姉ちゃん私なんですよで私が末っ子で で結構年齢離れてるのよお兄ちゃんが11歳ぐらい離れててお姉ちゃんが6歳ぐらい5歳とか離れててでお姉ちゃんが一番まあなんかしっかりしてるし頭良くてザ長女って感じの性格なの子供の頃からなんかあんまりそういうあがままとか言わないしもうさんかさすごいやっぱお兄ちゃんと私はすごい蹴ったりしてたんだって ママの,お,腹の中をでお姉ちゃんはめっちゃおとなしくて <laughs> そうなんかそんな感じでお兄ちゃんと私は結構似てるって言われるママにも <laughs> だからさなんかさ教育の仕方って違うじゃん性格によってだお姉ちゃんは何でも逆に聞いちゃっていい子だったから聞いてこれどうかなとか答えを求めるタイプだったから自分で。 自分はどうしたいのみたいなことを言ってたんだって聞いてちゃんと自分で回答を出させるようにしてたけど私とお兄ちゃんは結構自我が強いからわがままだったし気も強いし親にも結構当たっちゃう性格だったから <laughs> そうそのまま <laughs> お姉ちゃんとはちょっと違かったよって育て方があって言われた。 人それぞれぞだよねなんかさ反抗期ないタイプっているじゃん友達にもいるけどそれすごいなって思う反抗期ないのうん <laughs> かわいいありがとう速攻でインスタフォローしてえー、ありがとう早っ <laughs> 行動早っしい反抗期ない人って何でないの 結構長かったんだけど反抗期反抗しすぎて裸足で家出てでも <laughs> 行く場所ないし裸足だからすぐ帰ったけど何回もあった <laughs> ちょっと意外じゃない今の私からするとでも逆に落ち着いたんだよね自分がなんかそういうのめっちゃあったから なんかね、もう犬小屋で寝るとか言って <laughs> そうだからもうないそういうのが <laughs> キラキラハムちゃんありがとうラブもいや犬小屋ねぶっちゃけなんか犬の匂いするから。 犬の匂いするし私犬アレルギーだしさまあ無理だからすぐ家戻ったんだけどでもね夜遊びとかは全くなかったです超真面目全くもうねあのさ5時にチャイム鳴るじゃん町内放送みたいなそういうのが鳴る前に帰ってた そういうところはちゃんといい子でした <laughs> じゃあそろそろランキング読みますね「10歳大ちキラキラありがとう」「翼ほしいさん12位クリリン11位ソジロくん」 十一、天ぷらさん、九位、まあ、三七さん。なさんありがとう。八位、ドクターたけさん、七位、ハムちゃん。六位、莉子さん。五位、まさと。四位、りょうけんさん。三位、大ちゃん。二位、さいかちゃん。一位、僕にできることさん。ありがとうございます。感謝です。スクショタイム。 ありがとうじゃあみんな再犯再犯絶対ね <laughs> 約束いっぱい話そういっぱい話したい人再犯お願いしますキラキラムムさんありがとうじゃあねおやすみみんなあお疲れありがとうおつ 頑張ってねお仕事今日お休みだった方は明日からちょっと大変だなっていうのはあると思うんですけどすごく応援してるので頑張ってくださいあツイッター更新したのでリツイートとかしてくれたらめっちゃ嬉しいですリプとかいいねとかじゃあありがとうございましたおやすみバイバーイ